と前半ですごい学ばされたというか、まあ、この過ちをやっぱり二度としてはいけないですし、やっぱしっかりゲームをコントロールしないといけないのかなというのは本当に思い知らされました。で徐々に相手のリズムになってきて、でそこで疲れるっていうのが本当にもったいないなっていうのは思いますし、やっぱそこをなくせば間違いなく改善すると思いますし、その勝ち点もやっぱ全く違ったものになると思うので、まあ、本当に今後、まあ、前半戦もう終わりますけど、その後半戦に向けてはまあそこをしっかりやっていかないと上位には食らいついていけないのかなというのは思います。コミュニケーションの部分が非常に重要になってくるかなというのは、やっぱ練習が思ったように多分できないので、そこでやっぱ話すことによって解決できるところがたくさんあると思うので、まあ、今後も連戦はしばらく続くと思うので、そこはしっかりコミュニケーションとって解決していって、まあ、次の試合その修正して、まあ、臨めればいいかなと思います。まあ、少し波があったのかなっていうのはやっぱやってても、まあ、僕自身もそれについてはやっぱ反省しないといけないと思いますし、まあ、でも積み上げてきたことは間違いないと思うので、まあ、そのしっかり積み上げてた部分をやっぱそのピッチ上でやっぱ表現することがやっぱすごい大事だと思うので、そこで出せなかったら負けると思いますし、しっかり出せれば必ず勝てると思うので、そこがやっぱりまあ僕ら自分たちをやっぱ信じて、まあこれからしっかり臨みたいかなと思います。本当に今までやってきた監督の中でも全く違った、考えっていうのを持っている方なので、まあ、厳しいですけど本当に良かったなというのは思います。まあ、なのでまあそれをしっかりもう僕らが勝利っていう結果で、しっかり示していかないといけないのかなというのは思います。本当になんか自分たちがやるべきことをしっかりやって、なんか勝利を勝ち抜いてるっていう印象がすごい強いですね。やっぱ相手に合わせるのではなく、本当に自分たちからだと思うので、そこがすごい鍵というか、そこで相手のリズムに合わせてしまったらまた突然のようになると思うので、まあ、しっかり90分通して僕たちのスタイルっていうのをしっかり出せていけたら間違いなく勝てるかなとは思います。ホームでやるというのは、まあ、僕たちにとってすごい心強い、ので、やっぱサポーターの、まあ、今は拍手でしか応援はできないですけど、それを背に、しっかりピッチで、表現してまた勝利という形で、返せるように、まあ、やっていきたいと思いますので、しっかり戦い抜きます。はい、頑張ります。